はようございます。カプリです。今日もギンギラギンです。コメントありがとうございました。コメントの中に嫌なコメントもありますよね。カズさんも言ってたんですけど、死ねとかそういうね人だったら見なきゃいいんですよね。私のコメント欄にも入ってました。死ねじゃないですけど、肝とかそういうの入ってましたけど、そんなの人はもう見なきゃいいんですよ。 YouTube するし見る資格なんてないと思います、という私の意見でした。今日は何もすることないですけど、外に出て、リハビリをしてきます。いつもね優しいコメントをくれる仲良し家族さんとか、チューリップさんとか、まあ、ありがとうございますね。あなたたちのコメントで私は癒されてます。カズさんも言ってたけど、カズさんも傷ついてるんでしょうね。コメントにね、コメントに傷つくようなことを書く人の気が知れない、その人の気が知れないです。まあ、そういう風にその人もストレス発散してるんでしょうけどね。顔が見えない分ね、出てこいやって感じなんです、私にとっては。ではまたレビューします。じゃあねー。